国道57号は、大分県大分市から、文豪野市、武田市、熊本県阿蘇市、熊本市、長崎県島原市、佐早市を経由して、長崎市に至る一般国道である。九州の中部を東西に横断し、県庁所在地である大分市、熊本市、長崎市を連絡する一般国道の路線である。九 二級国道214号、215号、216号の3路線が統合されて指定された国道という経緯を持つ大分県文豪の市犬貝町から単独区間となり熊本市までは JR4 基本線とほぼ並走しながら九州中央部を東西に横断し国道3号へ合流する宇都市から宇都市までは宇都半島の北側を走る三角港から 島原港の区間は、島原湾を渡る海上区間で、かつては三角島原フェリーが運航されていたが、業績悪化により2006年に廃止され、これにより三角港島原港間を直接結ぶ航路はなくなっている。島原市からは、島原半島を横断し、諫早市で国道34号に合流して、長崎市に至る、大分市から文豪の市の間及び、 諫早市から長崎市の間はそれぞれ国道10号、国道34号との重複区間となる、国道57号終点長崎県長崎市、江戸町交差点国道34号、国道202号との重複一般国道の路線を指定する政令に基づく、期終点及び重要な経過値は次の通り、1953年5月18日に2級国道として、 国道214号、国道215号、国道216号が指定されたが、1962年5月1日より、以上の3路線を合わせ、1級国道57号とした。この経緯から、現在も、国道214号、215号、216号は、欠番となっている。1964年の法令改正により、1級、2級の別はなくなり、 1965年から一般国道としている交通規制も参照橋梁、トンネル、編集道の駅、編集その他、編集大分県武田市には大分向き方向にメロディーロード舗装区間があり、法定速度より遅めで走行することで、滝連太郎、花が聞こえるという一般国道の路線を指定する政令の最終回整備である2004年3月19日の 政令に基づく表記。AB2005 年3月31日、大野郡号町に村が合併し、文豪大野市となる。AB2005 年2月11日、阿蘇町、市宮町、並野村が、新設合併、市政志向して、阿蘇市となる。2005年1月15日、宇都郡三隅町、白主町、下町木郡松橋町、小川町、豊野町が、新設合併時。 浮宙市となる。AB2005 年10月11日、国見町、水穂町、東町、愛野町、千島町、小浜町、南串山町が新設合併し、雲前市が発足。ABCDEFGH2018 年4月1日、現在、ありがとうございます。